日本、あんあかせよ。もごもごみみだ。韓国時代劇を見てみたら、言葉より行動で全てを決定する日本に比べ、言葉と陰謀で王室内を制圧しようとする王と家臣の話を、あの、いっぱい見てきたと思いますけど、今日は王のすぐ下で王の業務を支援したり、たまには陰謀と暴略で王を牽制していた朝鮮の恋カニを紹介します。朝鮮の歴史劇を見てみたら、 오우사마가 나니까 히토스오 태양 오시타라 시타 노 가신 타치가 전하 죽여 주시옵소서 마타와 성균왕 의 각세이 타치 마데 전하 아니 되옵니다 나도 王様に大声を出す場面をいっぱい見てきたと思いますけど、日本の方にはこういった場面が多少おかしいかもしれませんね。王に反対するどころか大声まで出すことは、日本だったらもう30回ぐらいは切腹したと思いますね。でも、これは実際はファンタジーではなく事実なんですよ。まず、朝鮮の建国の話からやってみましょうか。朝鮮を建国した王、イソンゲの右腕、チョンドジョンは、貴族と王族の中心の国であった古来を軽滅し、 王は象徴であり、その下の官僚たちが国を運営するシステムを計画しました。人は結局誰でも腐敗するのは当然なので、だったらお互い牽制させるという,う素晴らしい発想でしたね。ここで皆さんが注目すべきな人たちが、いつも王の周辺にいるこの3人ですよね。えー、写真のようにみんながひざまずいているときに、王の後ろに立っているこの3人、これをサンジョンスンと言います。 三ソンは朝鮮を管理した三名の最高位官僚ですけど、皆さんドラマを見ながら聞いたことあると思いますが、まずは、椿上出官、そして、ウ上サン,デガン最後に、ヨ上サン出願がいます。出官は日本語の殿と似ている意味なので、こういった呼び方は、簡略に呼ぶときに使う呼び方で、実は左から、椿井井井、ヨウ井井井、ウイジョンと言います。 この三乗数にも微妙な上下関係があったんですけど、一旦まず4以が一番上で、その後が左以上その後が右イですね。ここで疑問点が一つありますよね。それは左以上は実際は王様の基準では左にいますので、左以上と呼ぶだけで、実際は右に立っています。 まあ、とにかく、この三条寸は次な、次のような役目をしていたんですよ。まず、ヨンジョンは、実際は名誉職に近くて、各家臣の意見調整や外交を担当しました。もう、いわば総理大臣みたいなものですね。で、チャイジョンは、実質権力を持っている席でした。えー、官僚の人事などを管理して、その後、官僚会議を指揮しました。 あつまり国会議長やもう官房長官みたいな席ですね。ウィジョンはその他の全ての仕事を任せられた席でした。えー、裁判を総括したり、他の国会運営を任せられましたね。ま、あえて言うなら最高長官みたいな席でした。 実際見てみたら結局は官僚管理とかまた人事権そして会議式を持っているジャイジョンが実際の実権力を持っているんですよなのでドラマとか見てみるとほとんど王様に対する陰謀やクーデターはジャイジョンが指揮することが多いというのが事実ですよね で、さっき言ったチョンドジョンは、王は象徴であり、この三正寸三人がお互いを牽制して国家を運営するシステムを作ろうとしたんですけど、これが気に入らなかった朝鮮の三代王、イバゴンによってチョンドジョンは暗殺され、結局王も実権力を握ることになって、このように、あの、四つの集団がお互いを牽制するシステムが構築されたのが朝鮮ですね。もちろんこのお互いを牽制することなので、お互いの陰謀が現れるのは、 まあ当然じゃないででですすかとと思うことですよねで面白いんですけどこのシステムは現在の韓国の権力システムをととっても似ていますじゃあまた戻ってまとめてみたら日本の場合は一番上に天皇が象徴としていてそ,その下に将軍が権力を握りその下の家臣たちが絶対忠誠を誓う宙、えー、を基本にする国家運営システムだったんですけど韓国の場合は王とその下の3つの家臣が権力を握ってお互いを牽制して運営する システムでしたなので土っちかといたら中よりは理解関係が大事なシステムでしたね。 なので、王に対する家臣たちの反発はとてもすごかったんですよね。王を牽制しないといけないからなんですよ。これによって、韓国の時代劇の王様はいつも疲れてるような姿を見せますよね。そして、いつも勉強しないといけませんでした。家臣たちに知識と言葉で抑えられたら、王は権力を失うことであったからです。最後でおまけなんですけれども、 倍を見てみたら皆さんわかると思いますけど、えー、家臣たちの洋服の色によって お実際はレベルは違います。まあ、これはいずれか時間があったらまた扱うことにします。じゃあ、今日はここまでですね。じゃあ、これを皆さん理解したら、なんで韓国の家臣たちはあんなに大愚に対して反発をしたり、陰謀と計略を図るのかが分かってきたんでしょうね。日本とはだいぶ違う国家運営システムがあったからです。じゃあ、また新しいテーマで皆さんに、あの、皆さんに伺います。じゃあ、またお会いしましょう。여러분、ごんこまもよ。あンにョん。